はい、県内の観光客がですね、昨年に比べて3割近く増えておりまして、東日本大震災の前に比べても増えているということです。そういう数字が出ておりますけれども、その増えた要因ですね、次はどのようにお考えか。増えたというのはまたプラスの側面かと思うんですけれども、逆にその増えたことによってですね、浮上した例えば、問題点であったり改善点であったりというのがもしあれば教えていただきたいと思います。増えた要因というのは多分よく言われているのは、前半と後半に休日が分かれたということもあって、あんまり東京も行きにくいから近場へ行った人も多いんじゃないかといったようなことも言われております。また本県で一番人出が多かったのは笠間なんですけれども、笠間あたりではいろいろこの新しい工夫、例えば笠間の地場の土を使った焼き物を新しく提案するとか、いろいろやって、そして PR にも努めてきている、そういったことも影響しているのではないかなと思います。そういう中で一番の問題というのはやっぱり、渋滞対策ということでありまして、筑波の方でも下からずっとつながっておりましたし、笠間では4月の29日、初日ですけれども、この日はちょうど友部のインターから会場入り口まで車が連なっておりました。私どもそれを見ましてですね、私直にそれ見たもんですからですね、すぐこの案内人を要所要所に配置をいたしまして、なんとか少しでも渋滞がなくなるようにということで努力をしたところです。畜産試験場に臨時の駐車場を設けて、そこからシャトルバス走らせるとかいったこともやっておるんですけれども、なかなか十分にその利用が進んでいないといったこともございます。来年に向けてですね、畜産試験場少し離れているもんですから、教育研修センターの活用ができないかということを、関係の方面に言っておりますのでですね、そういったことも含めて検討をしていきたいなと思っています。ただそういう中でのもう一つの課題というのは、やはり県北に十分に戻りきっていないということでありまして、風評被害の影響がまだ残っているのかなという感じもしております。これから県北対策というものについてもっと観光面などで力を入れていく必要があるんだろうと思っています。ありがとうございます。2点目なんですけれども、今お話になりました県北にも少し絡む話なんですけれども、東電のですね、福島第一原発の汚染水がですね、建屋に流れ込む地下水によってですね、増えているということでして、東電はその混じる前の地下水をですね、海の方に放出したいなというその意向を持っているということなんですね。7日に記者会見で答弁だって分かっております。週明けにもですね、はい、福島の方に、東京の方に説明をして、了解が得られれば、実行したいなということなんだそうですけれども、くしくも7日にですね、茨城県では、シラス漁がですね、本格的に操業されることになりまして、その漁業なんかへの影響も含めてですね、海洋放出についてどのようにお考えかというのを教えてください。今度の場合は汚染水ではないということでありますので、その辺について、しっかりですね、国民の皆さんに理解をもらえるような形でやっていけるのかどうかといったことがポイントになってくると思っております。今日5月10日ですね、午後1時から沿海地区漁連理事会が開催される予定と聞いておりまして、そこで東京電力さんから地下水放水に関する説明が行われると聞いております。その結果どういうふうになるのか、十分に漁業者のなど関係者の皆さんのですね、意見というものを踏まえた対応をしてもらいたいと思っております。この計画について県にはですね、公式非公式で、東電側の方から何か連絡といいましょうか、説明はあったんでしょうか。私の方には、直接は聞いておりません。担当課の方には来ていると思います。5月8日か9日に多分
東京電力さんが担当課の方に来て説明してくれていると思います。まあ、日にちは後で確認いたしますけれども、そこで大体、これで100トンですね、1日100トン程度の流入抑制効果ができる、仕掛けている仕組みを考えているということの説明があったようでありますし、また特にこの汚染ということについて、非常に皆さん方が気を使っているところでありますので、汲み上げた地下水は一時貯留タンクへ移送して、水質が許容目安値以下であることを確認した後で放流するようにしたいといったようなことについても説明があったようでございます。この件につきまして、知事から当園の方にですね、要望であったり、働きかけであったりするところではありますか。私の方ではですね、とりあえず沿海地区漁連の皆さん方がどういう考えでまとまられるのかということを今見守っているところでございまして、その結果によってどうするかということは決めていきたいと思っております。ありがとうございました。茨城県といいますか、日本全体として輸出産業にとっては極めてフォローウィンドが吹いていくということになると思います。県内におきましても輸出関連産業がたくさんありますので、そういった会社にとっては業績の向上につながっていくのは間違いないだろうと思っています。ただ一方で輸入品がますます高くなってきますので、そういう点で、大きな影響を受けるところもあるんだろうと思ってますので、まあ、どの程度になるかはよく分かりませんけれども、円安が進むことによって非常に助かる企業と非常に困る企業が出てくるんだろうと思いますし、またさまざまな物価が上がっていくことも懸念されているところでありまして、輸入品を中心にですね、いろいろとこれからスーパーなどの価格というものも上がっていってしまうのかなと心配をしておるところです。まあ、我々としてはそういった輸入品の価格の上昇というのは避けられないんだろうと思いますので、それを逆にどうやってこの吸収していくかも大事でありますけれども、同時にこの給与水準というもの、儲かっている企業を中心にしてですね、所得が増えるような形に持っていってもらう、今申し上げましたように、多分輸出産業はかなり業績が回復する、それを従業員に還元する、それによって購買力というものをしっかりつけていかなければ、値上げだけが先行してしまうということでは困るんだろうと思っています。はい、どうぞ。後ろの方、はい、すみません、共同通信の犬飼です。先ほどの海洋放出の関連でちょっとお伺いしたいんですけども、東京電力のバイパス工事という、まあ選択肢を、まあ、今回選んだと、で、来週にもやると。でこの工事の、こういう選択をしたということについての、まあ、例えばやむを得ないとかですね、まあ、別の工事が終わったんじゃないかとか、その辺の知事の、評価のところをちょっとお伺いしたいです。まあ国民の皆さんにですね、しっかり汚染水ではない普通の地下水が海洋に行くということについてしっかり認識していただける状況を作りながら、漁協などの了解も得られるんであれば、私はまあ、やむを得ないと言いますか、やって非常に困るということではないんだろうと思います。ただどうやってそれが汚染水ではないということについて、しっかり確認するのと合わせて国民の皆さんへの周知徹底を図っていくということが大事だろうと思っております。
毎日新聞の鈴木です。風疹についてお伺いしたいんですけれども、まあ、市町村レベルで、ワクチンへの接種の助成をするところも出てきていますけれども、で他県では県で市町村への補助をするというところも出てきているようですが、茨城県ではそのような対応はお考えでしょうか。他の県の状況を見ておりますと、例えば患者の報告数がこれ5月8日現在ですけれども、東京で1800人とか、神奈川で740人とか、千葉でも375人とか、この時点ですと本県の場合は64人、今70人で増えてますけれどもですね、そういった形でこれまでの予防接種率などを見ると、本県の場合は比較的他の県より高くなっておりまして、その成果ということもあって、この患者の報告数が他の県と比べると低くなっているのかなと思っております。まあ、そういったこともあってですね、他のこの病気の場合とのバランスというものを考えた場合には、この風疹だけ特にということは考えておりません。例えば風疹以外の任意の予防接種というのは、おたふ風邪でもあれば、水疱瘡でもあれば、成人の肺炎球菌感染症、B 型肝炎、その たくさんあるわけでございますけれども、こういうものの接種費用については県内の一部市町村では助成は行われておりますけれども、県でもこれまでもやってきておりません。まあ、そういったこととのバランスも考えて、まあ、私どもとしては当面といいますか、今のところ補助制度を設ける考えは持っておりません。はい、どうぞ。日経新聞、大林です。ちょっと公務員給与の関係なんですけれども、まあ、交付税の減額に合わせてですね、近県で埼玉や群馬で、まあ、知事がまあちょっと今までの難色から一転して、まあ、こう削減の方針を示されているようなんですけれども、茨城は今検討状況どのようになってますでしょうか。昨日組合の方に提示をさせていただきました。これは国準拠ということでさせていただいております。まあ、やり方について非常にこの国のやり方がけしからんということはありますけれども、一方で今回の災害対応に必要なお金を生み出す、あるいはまた国の交付税が具体的に減ってしまっている、そういったことを踏まえて国準拠の削減率での提案をさせていただいているところです。ここにありませんか。はい、どうぞ。茨城新聞の澤です。7月1日から、那覇便直行便というふうになりましたが、なることになりますが、まあ、茨城空港の、まあ、利便性とかその辺を考えますと、知事のお考えというのはどうなっているのかなというふうなこと、それから、まあ、まあ、新規就航というのもこれからまだどんどん進めていくことにもなるかと思いますけれども、今現在地図の方にはですね、どのようなて言いますかね、報告というか、今進捗状況というか変が進んでいるのかお聞かせいただければと思います。まあ、那覇便直行便になったことは大変ありがたいことだと思ってますけれども、一方で札幌便が1便減ってしまいますので、我々としてはそちらについて非常に残念に思っているところです。まあ、飛行機の機体繰りということでやむを得ないということではありますけれども、なんとか早期に機体も増やしていただいて、札幌便も元に戻してもらえたらと思っておりますし、那覇便については我々、このスカイマークさんの機体を裏切らないようにですね、しっかり乗客の確保に向けて、利用客の確保に向けてですね、PR その他を進めていきたいと思っております。また他の便につきましては、これは今ここで具体的に申し上げるわけにいきませんけれども、いろいろな活動はさせていただいております。なかなか皆さんに発表できるというか、成功に結びつくものは最近少なくなっておりますけれども、絶えずあらゆる方面にこのいろいろと声をかけながら活動はさせていただいているところです。
東京新聞林です。44市町村長をはじめですね、その後も各種団体から知事選への出馬要請というのが続いているんですけれども、率直な感想を、それだけ出馬を要請されるされたということについての感想をお聞かせください。まあ、それはこれまでの私の活動ということについて評価をしてもらってるからだろうと思いますので、そういった点では大変ありがたく思っております。特に東日本大震災あるいは原発事故という大きな災難があった中でですね、私ども市町村と一緒になりながら、あるいはまた各種団体とも一緒になりながら復興のために頑張ってきている、あるいはまた風評被害対策を講じてきているところでありまして、そういったことについて、しっかりやってきたなというふうな評価をいただいているのではないかなと思いますので、大変それは先ほど申し上げましたようにありがたい感じを持っております。ここまで支持されるとですね、ちょっと引き下がるわけにはいかないんじゃないかなと思えるんですけれども、いかがでしょう。それはまだ自民党さんなどもいろいろ考えているようでもありますし、状況を見ながら判断していきたいと思っています。大体定跡では6月にはじゃあその判断を示されるという考えでよろしいでしょうか。前回よりも投票日が遅れますから、それですからその辺どうなってくるのか状況を見ながらということになると思います。6定でその判断を示される。この前も議会では出馬ということについては表明しておりませんので、それですから今度もどういうふうにするかこれから考えていきます。ありがとうございます。いいですか。何でも言い合ったら